視聴者質問コーナー、えー、ということで、えー、いつもたくさん質問いただきまして本当にありがとうございますまだまだ質問募集しております、えー、この動画のコメント欄かあるいはですね、インスタやツイッターの DM それからあ概要欄に貼っておりますメールアドレス宛てにお送りいただきましたらこのように動画でお答えをしていきたいと思っておりますさあそれでは今日もですね、えー、質問お答えしていきたいと思いますはい えー、日練習の檀家ではない人でも目章を打ちながら観音芸を唱えても構いませんか、えー、いつも住職さんの読経動画をお手本にさせていただいておりますえー、まあ本当にありがとうございます見ていただいてえーとですね <laughs> 結論から言いまして、え日、ー、練習の段下じゃない人が、目標を打ちながら観音源を唱えても構わないか、えー、構わないと思います。はい。えー、まあね、その、なんでしょう、うん、いわゆるそのおうちごとのね、おうちとしての、えー、まあ、菩提寺さんあ、信仰ですよね、というものは、えー、あると思いますが、うん、なんでしょう、まあ、その個人個人のね、えー、信仰というのは、 またそのね信教の自由というものもありますので別にこう全く問題ないいと思いますねはいまああの何でしょううちのお寺のですねまあ、古いお檀家さんのおうちに行ったりしてもですねお仏壇のところに木章が置いてあったりします。 まあこれはその、ねえー、住職がお檀家さんのお家に来たときに、えー、使ってもらうためという意味合いもあると思いますがあの昔の、ね、本当に古い檀家さんなんかはあやっぱりこう毎朝ですねご自身でお仏壇の前に座って自分でこう目書を売ってお経を読んでたという方もいらっしゃいますので、えー、それはですね全く問題ないと思いますね、私は。はい まあただですね、そのお坊さんが、えー、お経を読むときに、えー、その男神徒の方とか、一般の方が、えー、目祥を打つっていう、これはね、ちょっとまあ、んーまあ人によって言うこと違うと思うんですこれはね、あんまりやっぱり適切ではないかなというふうに思います。まあ、あくまでで私の意見なんですけどはい それまあまあ,あのいろんな理由があるんですけれども、まあ、やっぱりこう何でしょう,うん目んを一つ打つにしてもですねまあやっぱり、えー、お坊さんが打つとなるとですね非常にこう技術も必要ですし、えー、やっぱりですねまあお坊さんたていうのはたくさんお経を読んで、えー、読み込んでまた目標も打ち込んできてますんでなかなかねこう,うん一般の方が ああ自分で読む時の目標とまたお坊さんが打つ目標っていろいろ違ったりもすると思います。はい。まああとやっぱりそもそもね、えー、仏様に向かう。う こう姿勢として、えー、やはりこうお坊さんが自らこう経を読むんだっていうことをそういう意味合いでもですね、えー、お坊さんがお経を読むときはやはりお坊さんが目標を打つというのがあセオリーかなというふうには思いますねはい、えー、まあ、これね、えー、いつも私の読経動画をお手本にしているというまあ本当にもう恥ずかしい限りまあね自分でそういうお経を読んでいる動画を あげといてなんなんですけど、まあ私もですね、えー、まあその目標に関してはそんなに、えー、上手な方ではないので、あんまりね、あんまり私の <laughs> そういう、えー、目標とかあの今日読んでる姿ってのはあんまりそうそういう場合ではあんまり参考にならないと思いますので、えー、まあねあのご覧いただいてるのは非常にありがたいんですけれども、はい。 まあ昔ね、えー、この何年か前にもこの YouTube の方で「目標の打ち方3種類」っていうね、えー、動画を上げたことありましてあれも何万回かの再生をされてですね非常にありがたいんですけれどもまああれもですねやっぱりこう一般の方が。 打打つ打ち方ではない、あくまでこういう打ち方お経の読み方もあるんだよというご紹介のためにねあげた動画ですんであれ決して一般の方がこうなかなか真似して打つというものではありませんのでぜひねその点もちゃんとご理解いただいてご自身のねお経、まあ、その修行の一環としてされる分には非常によろしいことではないんじゃないかなというふうに思うところでございます。はい と、えー、ということで、えー、まだまだ質問募集しておりますのでぜひとも、えー、どしどしお寄せいただきたいと思います。ということで今日はここまでです。ありがとうございました